風強い。そろそろね、そろそろあの粘れもアフターストーン産卵後の荒食いの時期じゃないのかなと思って、ちょっと様子見に来ましたね。来るべき日を間違えたって感じしますね。どうやら春一番が吹いたみたいで、割と風がある。来た、アサゴかな。カサゴですね。股間にライトをつけることによって割と見えるんじゃないかなと思ってつけてるんですけど、眩しいっすね。あとやっぱり上からこう照らさないとそんなに綺麗に映らないんじゃないかなって感じはしますけど、ダメだ、風が強くて。よし、だこれはいいんじゃないか。よいしょ、はい、メバル見えないね、やっぱね。よいしょ、完全にアフタースポーンですな。じゃあ、いっか、逃がしちゃおう。ちょっとでかいのが欲しいね。胸のあたりにつけて、あ、美味しいから。あ、まだマスか、これだと。うわ、また連発だ。ひたぐってくね。はいはい、まあこのサイズでしょう。ただやっぱり回復しつつあるようで、身がちゃんと入ってそうなメバル。いい引きだね、やっぱね、この時期のメバルは。もうちょっとでかいフォームつけて釣ってもいい気がするな。持ってきてないけどね。ちょっと軽めのタックルできちゃったから。あ、バチバチにアフタースポーンなんだな、やっぱな。ちょうどこんぐらいの時期だとバチ抜けもあるんで、満月の時とかもね楽しいんですけど、ちょっと操作できないな、やっぱり。ディフューザーつけてくれなかったかな。こんぐらいかな、位置的に。やっぱライトつけちゃうと逃げるよな。そんなにこう良くない気がするんだけど、自分しかいないからライトつけてもそんな迷惑にはならないと思う。一応上向きにはついてるから、ライトはそんな海面には当たってないから。まあでもどうだろうな、もっと広がるやつじゃなくて直線的な明かりの方がいい気がするんだよな。手元だけを、手元だけをなんとかこう映したいよね。どうせ他の景色なんか全く見えないんだから。ずらされた？ずらされた。20センチ未満のメバル狙うんだったら全然効率でいいんだけど、やっぱ光が海面に若干入っちゃったから逃げたかな。それとも狙ってる場所がちょっとダメ？やっぱあと白色の光って眩しいな。これ間違いないね。風やんできたね。よし、じゃあ。よいしょ。これはナイスサイズじゃないですか。イエーイ。ドアフター。ドアフターね、あれだね。20センチぐらいか、うん、よし、持ち帰り。スリムな体型。
非常にいい粘りだ。赤いライトを安いんですよ。めちゃくちゃ水かぶった。潮止まり来ちゃったし、変わりますか。もうちょっとだな、あともうちょっと、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ水温高くなってくれたらいい感じに連れ出してくれそうだけど、今年そんなねメバル行ってなかったんだけど、何回ぐらい ?3 回ぐらい。ボイルを見てないんだよね、1回も。ボイル見たいね。アフタースポーンの荒食いの時期になったら普通にいっぱい釣れると思うんだけど、もうちょっと早いのかな。まあいいや、水温、海水温見ながらまたミラーに来よう。